はい、こんにちは、吉田です。今日は、オリンパス、元オリンパスのカメラ事業の新社名を考えようのコーナーです。イエイ。オリンパスはね、カメラ事業を、切り離すと。別会社化して、投資ファンドに売り払うということを決めたわけですよ。寂しいことですけど、カメラ、正直、売れてないですし、そういう判断をする会社が出てくるのは仕方がないでしょうっていうところなんですけれども、でも、オリンパスから分かれても、そのカメラ事業をやってる人たちは、ビジネスを続けるわけで、会社も新しく別に作られるわけで、その会社がね、どうなるのかっていうのはまたちょっとね、まだニュースとしては出てないので、わかんないですけど、オリンパスっていう名前はね、カメラについてるロゴとかは多分、使っていいよ、まだしばらく使っていいよって言われてるみたいなので、まだオリンパスって名前自体は消えないと思うんですよ。消えないと思うんですけど、会社名、ブランド名としてはオリンパスのまんまでいいかもしれないけど、会社名、もうオリンパスのまんまなのかなっていうところで、どんな会社名がいいですか？新しくなったら、新しく会社が分かれたら。もうね、自分的にはもうこれ一択だと思うんですけど、このワードは絶対使ってほしい。それは、高千穂。高千穂は絶対使ってほしいって個人的に思うんですよね。例えば、高千穂写真機工業とかどうですか？会社名が高千穂写真機工業で、カメラについてるブランド名がオリンパスって言って売り続ける。どうでしょうね。ダメですかね。そもそも、高千穂って何かっていうと、要するにオリンパスの旧社名なんですよね。高千穂製作所っていうのがそもそもオリンパスが創業した時の、名前で、オリンパスはブランド名なんですよね。ブランド名として、ギリシャ神話のオリンポスさんから取ってきてると。で、高千穂は日本として、八百万の神がいるっていうところ。っていうところで、神様のいる山つながりで、高千穂がオリンパスっていうブランドを作ってた、使ってた。っていう感じになるんですけど、どんなカメラを作ってほしいか。フルサイズのペン作ってほしいんですよ。フルサイズのペン。そもそもオリンパスペンはなんでできてるかって言ったら、ハーフサイズでたくさん撮れるっていうところがポイントなんですよ。そもそも 35mm 版っていうカメラは手軽に撮れる、手持ちで撮れるカメラを作ろうって言って、ライカのエンジニアだったオスカー・バルナックさんが作り始めたのが元なんですよね。映画用のフィルムを使って写真に使えないかなって言って、作り始めたのが、そもそも 35mm 版っていうフィルムの起源なので、で、それを使って、36枚撮りのフィルムを入れて、もっとたくさん撮れるようにしようって言って、出てきた。要するにもうちょっとそれで買いやすいカメラたくさん撮れて、廉価版のカメラっていう感じでハーフサイズっていうのが作られるようになった。ペンもそのうちの一種類なわけですよ。そういう意味でたくさん撮れるようになるっていう方向に歩んできたのが 35mm 版とハーフ版の歴史なわけですよ。要するに、デジタルになって 35mm 版とかハーフ版っていうのを作ってなんとか手軽に撮ろう、装備を小型化しよう、軽量化しよう、それでたくさん撮れるようにしようっていうのは、デジタルカメラになってより加速したわけですよ。だからある意味では35mm 版のカメラのやっぱり正当な後継者っていうのはやっぱりデジタルカメラだとは思うんですよ。そう。だからそういう意味でデジカメっていうのは、そう、だからデジタルになること自体が悪いわけでは絶対ないわけですよ。だってみんな便利に使ってるわけだから。だからある意味ではデジタルカメラが出てきて、もっと手軽に、スマートフォンのカメラになったりするのは、ある意味ではカメラとしては正常進化なんですよ。
カメラって機能としてはね。で、まあその結果カメラを作ってる会社が苦しんでるのはなんか皮肉ですけど、で、もうそれはカメラとして正常進化でユーザーとしては本当は望んでたことだったはずなんですよね。だそういう意味でいくと、実はデジタルを作り続ける、まあデジタル、当然デジタルをやめるわけにはいかないと思いますけど、デジタルカメラであることをより積極的に、受け入れるというか、今度はその撮る枚数のことを考えると、まあセンサーのサイズと画素数みたいなのもデータ量に影響するんで、なんとも言えないですけど、たくさん撮れるっていうところからして、画素数が多いから、ちょっとこのカメラあんまりたくさん撮れないなって、おじけづく時代じゃないじゃないですか。もともとハーフ版だったペンっていうカメラのフルサイズ版が、フルサイズ版、ハーフ版じゃなくて35ミリ版のペンが出てもいいんじゃないって思っちゃったりもするんですよ。その大きいセンサーのカメラの方がカメラを使う意味あるよっていうのを前にお話ししたと思うんですけど、その流れにのっとってフルサイズのペンどうですか、オリンパスさん。もう今からちょっと企画考えてください。本当にペンぐらいのサイズでフルサイズ撮れるカメラ作ったら欲しいよ俺。で、欲を言うとレンズは3本ありゃいい。35、50、75とか、まあ85とか、そういう感じの長さのやつがあればいける。で、ホビーで、やっぱり、ホビーとか、あとは仕事でもどっちかっていうと、スナップ系ドキュメンタリーとか、そういう領域の人であれば、もう極端なこと言えば、もうこの3種類の焦点距離が、のか、レンズがついた固定焦点のカメラでもいいっすよ。わかります？要するに35ミリのレンズがついたコンパクトカメラ。それを、ペンとして出す。で、まあ、50ミリがついたやつ、75ミリとかがついたやつっていう風に、もう、3種類。だから、あれですよ。シグマの DP シリーズと同じ感じ。それでも、それで全然いいっすよ。それで画質が良くて、使い勝手が良くて、パンパンパンと撮って歩けるような、カメラだったら最高に欲しい。今 28mm だと GR があるんですよね。35mm だと、X100 シリーズがあるんですよね。で、それの X、まあ X100、GR はないけど X100 のレンズ交換式ってなると富士の X シリーズ、特に X Pro とか、X Pro シリーズなんかはすごいいいカメラだと思うんですけど、まだちょっと側が大きいので、もう少し小さくなんないかなぁ。EVF、最悪 EVF なくてもいいですよね。外付けの EVF を別売りしてくれてもいいし、もう最悪だから本体だけで液晶で見るんでもいいから、もうそれぐらいパンパンパンって撮って歩けるようなカメラが出てきたらそれ最高にいいなぁ。特に 85mm じゃなくて 75mm ってほしいな。焦点距離的に。50ミリよりもちょっと長くて、いわゆる望遠じゃなくて、中望遠から、まあ、中望遠まで、まあ、っていう言い方になるんですけど、まあ、それぐらいの領域で、気持ち短めみたいな、のがね、あったらすげえ使いたいな、それ。OM の名前でもいいですよ。OM の名前でもフルサイズで出してくれてもいいんだけど、どっちかっていうと、OM だと一眼レフのイメージついちゃうから、いかつくなりがちだと思うんですよ。
そういう意味でいくと、ペンの方がいいかな。やっぱり、手軽に、スピード感とか、そういう方が、やっぱりなんかオリンパスの雰囲気としては、あるので、そういうカメラでないかな。オリンパスさん作んないですか。そこぐらいまで割り切っていいんですよ。そこぐらいまで割り切っていいんですよ。オリンパスさん割り切んなかったのが敗因だから。本当に。はい。というわけで、皆さんはどんなカメラが欲しいですかね。どんなカメラをオリンパスさんに作って欲しいですかね。よかったらコメント欄にご意見、ご感想をお寄せください。はい。というわけで今日はこんなところで失礼します。ありがとうございました。それでは失礼します。